入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でもお話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山城です。マナビズムの江戸です。どうもこんにちは。こんにちは。今回の、ものになりますけども、はい。前期試験もいよいよ終盤です。ラストは同志社大学に挑んでいきます。受験も残りあとわずかの僕たちに一言お願いしますと、いうことですけれども、2月7日ですね。7日ですね。7日です。もう終盤に差し掛かってますけれども、はい、8、9、10で終わりですね。うん、はい。まあなかなかこうしんどくなってくる時期ではありますよね。もうメンタル的にも、まあどっちかというと肉体的にしんどくなりますかね。連日続いてることも、ね、まあまあそうよね、うん、だと思うんですけど、まあほんまにこれまでやってきたことっていうのをもう出す場としてはもう残り本当にわずかになったので、本当に最後悔いないようにしていくっていうもありきたりではありますが、もうそこに集約されています。でそうですね、やっぱりこうね、どうしてもやっぱいい日もあれば悪い日も絶対ありますから、なんかこう特に悪い日があったりすると引きずられて、翌日ね、どうしてもこう空回りしてしまったりする時もあると思うんですけど、もう一日一日が本当に勝負なので、最後引っ張られず、でそれにたとえ良かったとしても逆にそれも引っ張られずに、もう一日一日を真剣に問題と向き合っていってもらって、頑張っていってほしいなと思います。僕からは。はい、矢田先生は。僕からはですね、やっぱ受験勉強、多分しんど、もちろんしんどかったし、もう一年やりたいとか思ってへんと思うねんけど、さす、多くの子は、うんうん、思うねんけど、俺は非日常を楽しんでほしい。非日常を楽しむ。やっぱこう何かさ大きい結果を取りに行く、そのいざその試合当日とかさ試験本番って、なんていう言葉にすごくしにくいけどさ、なんかこうよしやったるぞみたいな、そのすごいさこう悶々とするというか、もう表現が見当たらんねんけど、めっちゃ緊張してビクビク震えてるものの、でもこう勇ましく前に進まないといけないみたいな心境やと思うねんけど、 そうですね、うん、それって人生でもう数えるぐらいしかないねん、 その経験、うん、確かに。だから今だから終わったら、あ終わったって後ろ振り返ってみて、その受験の日々を後ろに今見た時に、あ終わったっていうふうに思えるから、今まさにその後で振り返ってみたら、あ素晴らしい、日々やったなというふうに思えるその最後の局面やから、最後の最後まで俺その非日常を楽しんでほしい。うん、楽しむ。だってもうなかなか経験できひんで、なかなかないですよね。だからやっぱそのさ、その動画の中でも大学入ってからが大事やでと、大学入ってからどんだけ成長するかっていうので、その人生決まっていくぞっていう風な話を何回しても、生徒に何百回したとしても、ほんまに受験より素晴らしい、大学受験の時より頑張った大学生活を送ることほんまに少ないから、そうと考えたらなかなかできない経験なんですよ。間違いない。だから間違いない。それはね、すごく自分の糧になりますから、いろんなもののね、チャレンジする時の糧になりますから、ぜひ今素晴らしい日々を送ってるんだなと、勇ましく戦ってきてほしいなと最後まで、思います。はい、はい、分かりました。それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。質問は説明欄にある LINE アットに登録して、そこから投稿するようにお願いします。取材・講演・執筆依頼はホームページのお問い合わせフォームからお願いします。チャンネル登録よろしくね。よろしくお願いします。